はい、じゃあボリュームを出すトリートメント2回目します。花がね、塩落ちたってか、うん、橋の上の花と全然違って、うん、トリートメントってさ、前にも私聞いてるのがあるけど、なんか2週間に1回ぐらいやった方がいい。私なんかパサパサになっちゃうじゃない。うん、そうだよね。あ、それとね、お今日さ、うん、仕上げにこのアルガンオイル塗ってやるよ。どれを？それ、そうすると全然違う。仕上がりが全然違う。そうなんだ。パサつくからね、やっぱりこのトリートメントもした方がいいよね。でトリートメントだけだと時間どのくらい？どれかかるかな。シャンプーしなくて、まあシャンプーしてもらえば、うん、シャンプーがですね。でも10分、30分、40分ぐらいかかるかな。40分ぐらいか。うん、40分かかんないと思うけど、うん、シャンプーしてから小結び。でもあれか、今日ぐらいの時間だったら大丈夫ってことだよね。あ、大丈夫ですね。ね。うん、向こうの後藤さんの家はさ、はい、男の子いるの？あ、いるよ、ね、男の子って私の同級生がいるんです。一番向こうでしょ、南でしょ。久美ちゃんっていうのがいて、うん、その弟ってことかね。え、子供じゃないの？だって長女が見てるんでしょ、一応。そうそう、長女は一世紀にいるんだよね。あ、そう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 、その子供、うん、だと男の子体格いい人。うん、